エアバス A320 から 232V2500 エンジンを搭載。EI イインターナショナルエアロエンジンズエ g ジンは航空機のエンジン製造を目的としたチューリッヒを拠点とする合弁会社である。1983年設立 V2500 エンジンの開発、販売を目的として設立された一社単独での開発、生産はリスクが高いため、 フラットホイットニーとロールスロイスホールディングスは単独での参入に躊躇していたが世界市場でのシェアがほとんどなく航空機エンジンの開発に何としてでも食い込みたい日、イ・製毒の各社との思惑が一致して共同で行うことになったエンジンの部材の製造は出資比率に応じて開発した各社の工場で行っている当初の株式構成費当初は 参加を予定していたフィアットアビオは開発の初期の段階で離脱した。V2500 エンジンのボルトは数字の語を意味し、当初の5社の共同体制の名残である。2500は当初の推力2500ポンドを意味する。2011年10月12日、ロールスロイスホールディングスは、イアエにおける出資分を15億ドルで、フラットホイトニーの親会社である。 ユナイテッドテクノロジーズに売却したことを明らかにし、2012年6月29日に完了した。これにより、初期メンバーは3社3カ国となったが、株式では離脱したロールスロイスホールディングスは、今後もエンジンにおける担当部分に関する責任を全うする。現在の株式構成費、エアバスの A320 ファミリーとマクドネルダグラスの MD-90 に搭載される。 V2500 エンジンの製造、供給を目的に設立され、現在も継続している。2005年10月には、同じく A320 シリーズに搭載する V2500 セレクトのローオン値を発表し、2011年には、V2500 発の軍用型となる V2500E5 が KC-390 の搭載エンジンとして選択された。A320 のネオ化に伴う、 エンジン変更、2019年までの A320、CEO の生産中止などにより、V2500 の製造数は減少すると見込まれており、KC-390 の受注が、今後の V2500 の製造をめぐるキーとなると、予測されている。その他、エアバス A340 に搭載する予定だった、イヤエ・ V2500SF スーパーファンも開発されて、いたが、中止された。 ありがとうございます。